はい、皆さん、わちゃぱんこということでね、もうね、おなじみのスタイルで、お風呂上がり動画ということでね、今日もね、ドリンクをお風呂上がりに飲んでみようと思うんですけども、今日ね、ご紹介するのはね、このグリコのね、ドロリッチ、新しい、ね、商品が出ました。サマーウォーターリングゼリーということでね、ライチとレモンの爽やかな風味が味わえるドロリッチということでね、ここにみずみずしいプルプル食感ということで、ライチとレモンがね、どうも入っている、ね、ようなドロリッチということでね、新商品なんで買ってみました。ドロリッチね、あんまりね、私はあんまり飲まないんですけどね、まあ、新商品ということでお風呂上がりにね、ちょうどいいんじゃないかということでね、買ってみました。じゃあね、早速ね、これをね、飲んでみたいと思います。ね、付属のこの大きなね、ストローで、飲むんだと思うんですけど、これね、あ、伸びるのかな、あ、伸びた伸びた。白黒のね、こんななんかおしゃれなね、かなりね、これ太いですね。さすがにこうプルプル食感、なんかゼリーが入ってるだけにね、すごいね、こうなんかこうタバコのようななんか葉巻のような太さのね、すごいストローがついてます。じゃあね、こうブスッとね、いってみたいと思いますけどもね、パッケージね、こんな感じでね、結構フルーティーなおしゃれなパッケージになっております。もうね、喉カラカラなんでね、早速ね、ブスッと、いきたいと思う。これ振った方が良かったのかな、振った方が良かったかな、よくわかんないけどね、ちょっとね、ストローからね、香りをね、香ってみましょう。あ、無臭です、しませんということで、早速飲んでみたいと思います。うんうん、あ、すごいプルプル。あ、ライチのね、甘酸っぱいね、ゼリーがね、シュルシュルって入ってきます。うん、お、ライチ、あとね、こうライチとレモンということでね、うん、レモンのね、味よりね、ライチの味の方が勝ってるかな。結構ね、甘酸っぱくて美味しいですよ。うん、うんうんうん、おみずみずしいプルプル食感というだけあって、喉越しがプルプルとね、非常にね、なんか食感いいですね。うんうん、グリコの商品なんで、もう酸っぱいと言ってもね、あの甘さがね、結構あるね、甘酸っぱい感じの酸っぱさなんで、お子さんなんかでもね、結構飲みやすいんじゃないでしょうか。結構こう ライチとかレモンとかね、ビタミン C がたっぷりっぽくてね、こうちょっとね、私なんか今はね、風邪ひきっぽいんでね、ビタミン吸収、栄養吸収にはね、非常にいいね、飲み物だというふうに思っております。うんうん、あ、これは美味しいです。お風呂上がりね、もう最適ですね。はい、ちょっと疲れた時なんかでもね、いいかもしれません。はい、ということでね、今日はこれね、グリコのね、新製品ドロリッチシリーズの中からサマーウォータリングゼリーということでね、ライチ&レモンご紹介しました。お近くのスーパーコンビニのね、ドリンクコーナーでちょっとね、興味ある方覗いてみてください。それじゃあ、また。